クロスポローのご紹介です。ですね、クロスポローちゃん、普通のポローとどう違うかっていう感じで間違い探しに行きたいと思うんですけど、ですね、まずホイールが違いますね。普通は15インチです。実は四駆ではありません。二輪駆動の車です。FF です。フロントですね。前輪駆動の車です。このすっごい感じのミラーがついてまして、でウインカーミラーがついてますね。はい。であとシルバーのレールがついています。後ろの方行ってみましょうかね。これ実はですね、鉄っぽく見えて、実は同じこのプラスチックだったりして、へこみには強いですね。はい。では中にちょっと入ってみましょう。よっ、よいしょ。あら、静か。静かだな。ですね、平成19年式の今現在2万6003キロの車なんですが、いやー、今時です。とっても今時。これちょっと夜の照明お見せしたいぐらいですね。フォルクスワーゲンはですね、このメーターで言うと針が赤く光って周りの文字は青く光ったりします。この辺もそうなんですね。はい、めちゃくちゃ今時です。ちょっとこの辺ご説明させていただきますと、オーディオです。上海ニューヨーク、 お店の場所は地下鉄、はい、オーディオちゃんです。でこれが空調ですよね。ファンの強さ、温度、吹き出し口の選択と、エアコン入れます、内気循環に切り替えます、こういう感じになってます。今時だわ。これかわいいです。カップホルダーです。ビヨンって出てくるんですけど、これでこう、あ、これ調整するんですね。入れるものによって変えます。あ、引っ張れない。なのでもう一回こうしてジャンと、それで入れるものによって大きさを変えとくと、こうやって使うみたいですね。あら、面白い。でオートマチックが、6速 AT 愛信制です。でこれをドライブに入れてですね、こっちに倒して、前に倒すとプラス、後ろでマイナスです。その時インパネはどうなってるかというと、ちょっとパーキング戻しますね。パーキングからドライブにして、であと S モードってなんですね。ここにスポーツモードでしょうね。で倒すと1,2,3,4,5,6 になって、前に行くと2と上がっていくと。今ちょっと動いて、走ってないので2までしか上がらないですけど、はい、こんな感じになっております。いいですね。でこの辺が、これがヘッドライトのスイッチ関係、ドアミラー関係、パワーウィンドウと。でですね、最近ちょっと結構採用されてる車が多いんですけど、ウインカーがちょっと特徴的でしてですね、これワンクリックで、わかります？ワンクリックで3回点滅してくれるんですね、向こう側も。これ車線変更なんかで使えるんです。車線変更で、ここもロックかかるところまで行くと、こうするとハンドルを1回切って戻すか、もしくは戻すかなんですけど、ロックする手前のこのワンクリック目でピッてやると3回
これ結構便利だったりしますね。ちょっとした合図に使えますよね。で、後ろはこんな感じです。これ後ろちゃんと倒せます。座面を下に落として、で背中背面を倒すタイプですね。一応広さなんかはあの画像、写真撮ってありますので、ぜひご覧いただいてですね。はい、こんなところに後ろの人用の、あら、室内灯があったりしてですね、素敵だわ。はい、こちらの車は車検ありますので試乗もしていただけます。一応試乗編の方もですねアップしてありますので、よろしかったらぜひご覧ください。ということで、フォルクスワーゲンクロスポロのご紹介でした。